今回は、山本周五郎の短編集、日本不動記から、梅咲絹を朗読します。どうかしたのか。顔色が少し悪いように思うが。直輝の気遣わしげな眼差しに、かよはそっと頬を押さえながら微笑した。お目障りになって申し訳がございません。昨夜、とうとう夜を明かしてしまったものでございますから。どうして何かあったのか。はあ。かよは晴れぼったい目元で恥ずかしそうにちらりと夫を見上げた。病身というほどではないにしても、骨細のたおやかな体つきで、濃すぎるほどの眉にも、紅を刺したような赤い口元にも、どこかしら脆い美しさが感じられる。直輝は妻の目元を見てうなずいた。そうか、歌か。はい。寒夜の梅という題をいただいているのですけれど、どう読みましても古歌に似てしまいますので。一首もなしか。明け方になりまして、ようやく。それは見たいな。直輝は袴の紐をキュッと締めながら言った。支度が済んで今へ戻ると、茶を立ててきたかよは、恥を含みながら一枚の短冊をそっと差し出した。お恥ずかしいものでございます。直輝は手に取って繰り返し口ずさんでいたが、やがて静かに天目を取り上げて妻を見た。一昨日であったが、横山が妻女の話だと言って、お前にはもう間もなく印鑑が下がるだろうと申していたが、そのような話があるのか。はい、つい先日そういうご内談はございました。ですけれど、まだ私は未熟者でございますから。つつましく目は伏せたけれど、そっと微笑する口元には確信の色があった。印鑑が下がったら歌会でも催すかな。そう言って直輝は立った。隠居所へ行くと、母の彼女は古い小切れを集めて何かはぎ縫いをしていた。母上、ただいま途上をつかまつります。ご苦労でございます。彼女は眼鏡を取り、会釈を返してから見送るために座を立った。家父、家子たちと共に、直輝を玄関に見送った彼女は、嫁と廊下を戻りながら、その顔色の優れないことに目を留めた。かよは、夫に問われたよりも心苦しそうに、つい夜更かしをいたしまして、と、低い声で答えた。そういえば、あなたのお部屋の窓に、いつまでも証が映っているので、お消し忘れではないかと思いました。そう言って彼女は、ふと嫁の目を見た。それで、歌はおできになりましたの？はい。かよはドキッとした。夜更かしをしたといえば、歌を読んでいたということはすぐにわかるはずではあるが、その時は妙に不意をつかれた感じだった。しばらくあなたのお歌を拝見しませんから、ご近作と一緒に持ってきて拝見させてくださらないか。ご覧いただくようなものはございませんけれど。予感というのであろう。かよの心は強く咎められるような不安を感じた。彼女は部屋をきれいに片付け、香を焚いて待っていた。この屋敷には梅の木が多かった。とりわけ隠居所の前には亡き主三郎左衛門が宗龍と名付けた古木があって、きくつとした木ぶりによく青苔がつき、いつも春ごとに最も早く花を咲かせる。今もまだ他の梅はつぼみが固いのに、ここではもう梢のあちらこちら柔らかくほころびかかっているのが見えた。濡れ縁から部屋の畳一畳ほどまで日が差し込んでいた。微風もなく晴れたうららかな朝で、いかにも春の近いことを思わせる暖かさだった。かよはきちんと座り、膝の上に重ねた自分の手をじっと見守っていたが、一睡もしなかった疲れが次第に出てきて、ともすれば気が遠くなりそうなほどの眠気に襲われた。昨夜お読みなすったのは、この「寒夜の梅」というのですか。10枚ほどある短冊をゆっくり見ていた彼女が、最後の一首をつくづく読んでから言った。はい。見事にお読みなすったこと。本当に美しく見事なお歌ですね。お恥ずかしゅうございます。わずかな間に大層なご上達です。これだけお嫁になれば、もう女のたしなみには過ぎたくらいでしょう。彼女は短冊を静かに置き、優しく嫁の顔を見やりながら言った。もうお歌はこのくらいにして、また何か他の稽古事をお始めなさるのですね。さあ、今度は何をなすったらよいかしら。かよはいっぺんに眠気から覚めた。火光を見たいと言われた時の不安な予感が新しくよみがえり、恐れていたことがやはり事実となって現れたのを知った。お言葉を返すようではございますけれど、もう少しお稽古を続けさせていただけませんでしょうか。まだ道の端も覗いたようには思えませぬし、ようやく字数を揃えることができるようになったばかりでございますから。それでも噂に聞くと、あなたにはもうすぐ印鑑が下がるそうではありませんか。それだけ上達すれば十分です。あなたは体があまりお丈夫ではないのだから、今度は少し薙刀でもお始めなさるがよいでしょう。はい。かよはそれ以上何というすべもなく、うなだれたままそっと加工をまとめて、直輝がお城から下がってきたのは、もうすっかり暮れてからのちだった。藩主加賀守綱則が在国中で、ずっと御用が多いため、下城はいつも遅れがちであった。風呂から上がり、食前に向かった彼は、妻の様子が朝とは格別憔悴しているのに気づいて、昨夜眠っていないということを思い出した。夜を徹したからといって武家ではそう無ざと昼寝をすることはできない。早く新城へ入るがよいな。そう言って彼は食後の茶も早く切り上げ、自分は書斎へ明かしを入れさせて立った。4、5日は何事もなく過ぎたが、直輝はやがて妻の様子がいつまでも沈んで見えるのに気づいた。どこか悪いのではないかと尋ねると、そんなことはないと答えて、寂しげに微笑むだけだった。それである夜、そっと妻の部屋へ行ってみると、かよは証の陰で火口を裂き捨てていた。どうしたのだ。不意に入ってきた夫を見て、かよは取り散らした炎を慌てて押し隠そうとした。お待ち。どうしてそんなことをするのだ。かよは黙って悲しげな目を上げ、すがるように夫を見上げた。直輝はその目を見て事情を了解した。母上がおっしゃったのか。はい。言ってごらん。何とおっしゃったのだ。かよはなかなか言わなかったが、直輝に促されてようやく先の日のことを告げた。私、今度こそやり遂げてみたいと存じました。鼓の時も茶の湯の時もそれほどではございませんでしたけれど、和歌の道だけは奥を極めてみたいと存じておりました。言葉が感情の堰を切ったように、彼女には珍しく情の熱した調子で言った。かよはふつつか者でございますから、母上様のお気に召すようには解消もございませぬ。けれども、自分ではできる限りをお務め申しているつもりでございます。体が弱いため、お子を設けることもできませぬし、いろいろ考えますと、私。もうおやめ。それ以上は分かっている。直輝は優しく遮った。お前が良い妻だということは母上もよくご存知だ。2000石の家政を取り仕切ってゆく苦心がどれほどのものか、わしには分からないが、母上にはお分かりになる。お前ほどの若さでよくやってくれると折に触れてはおっしゃっておいでだ。ただ母上のご気性が。言いかけて直輝はふと口をつぐんだ。彼は母の人柄を尊敬している。世にまたとなき母だと信じている。彼女は身分の低い家に生まれ、16の時この多賀家へ嫁いできた。多賀は前田家の住職の家柄で、父の三郎左衛門は若年寄りを務めていた。育ちが低いのでどうかと危ぶまれたが、彼女は2000石の家政を見事に切り盛りした。その点では剣婦人と名に立ったぐらいである。彼は今でも覚えている。父が臨終の時、ふと母の方を振り返って、お前とは35年も一つ家に住んできたが、とうとう一度も叱る折がなかったな、そう言ってかすかに笑った。本当に三郎左衛門は一度も彼女に荒い声を立てたことがなかった。そういう母であったが、一つだけどうにもならぬものがあった。それは物に飽きやすい気質だった。老職の妻として教養を身につけたいという気持ちであろう。家政を取るいとまに茶の湯、花、琴、鼓などという芸事を随分熱心に習った。また聖徳探しい彼女はその一つ一つに優れた細分を表してその道の士たちを驚かしたものであるが、どれも末を遂げたものがなかった。もう一歩というところまで行くと必ず飽きて捨ててしまった。ではもうやめるかと思うと、次には絵をやり、レンガを習い、詩を勉強し、俳諧にまで手を伸ばした。そしてどの一つもついに奥を極めるところまで行かずに捨ててしまった。加賀守綱則はその頃天下の名宰相と言われ、文治武治ともに優れた知績を挙げたが、中にも学芸には最も力を注ぎ、名ある巨樹名将を招いて大いに反風を信仰した。新井白石は家州を天下の諸府なりと言い、荻生徂徠は下越能三州に休眠なしと言った。また明の僧高専は文宣王の治世に比してさらに数歩を進めたるものとさえ称した。名高い加賀の能楽も綱則のようにしっかりと金沢に根を下ろしたのである。こういうありさまなので、自然武家の婦人たちの間にも文学技芸が盛んだった。歌会、茶会、謡曲の集いなどがしばしば催され、随分優れた才媛も現れた。彼女はそういう人々の中で常に頭角を抜きながら、何一つ据え遂げたものがなかったので、あれだけの才がありながらと、その飽きやすい気質を惜しまれたものであった。佳代が多賀家へ課してきて3年になる。実家にいた時から鼓をやっていた彼女は、多賀家へ来てからも夫の許しを得て稽古を続けた。しかし半年ほどすると、姑の彼女がもうやめたらどうかと言い出した。鼓はもうそのくらいにして、茶の湯を稽古してごらん。もう少しと思ったけれど、佳代は姑の言うままに鼓をやめて茶の湯を始めた。前に一応道が空いているので進み方も早かったし、興味も深くなったが、また半年ほどするとそれをやめて和歌につかせられた。その頃中院道見教の門人で菅増図という科学者が前田家に召し抱えられていた。佳代はその門に入ったのである。11、12歳の自分から新古今帳の手ほどきを受けていた彼女は、鼓や茶の湯の時より格別熱心に学び、英奏の成績もめきめきと上がった。この道こそは奥を極めてみたい。自分でもそう思い、市の増津もとりわけ親切に指導してくれた。当時は華道などにも口伝、秘伝などというものがあって、それは市の遺髪を継ぐものか、よほど秀抜なものでないと与えられなかった。佳代の目覚ましい進歩は間もなくその扇許しを受けられるところまで来ていたのである。こういう反面に、無論彼女は多賀家の主婦として立派にその務めを果たしていた。武家で2000石というと大身の方で、家来小物の数も少なくはない。家政の切り回しも粗忽なことでは難しいのである。かよは若いけれども姑の指導を守ってよく働いた。夫に仕えることも定説だった。そのことは親族の間にも評判で、多賀の嫁は姑に劣らぬ出来者だと言われているほどだった。だから直輝も和歌の道だけはかよの才能を十分に伸ばしてやりたいと思っていたのである。それが鼓や茶の湯の時と同じように、またしても母からやめろと言われたと聞いて、彼は少なからず当惑をし、同時にまた昔からの母の移り気な性質を思い出したのであった。母の気性がと言いかけたまま、ややしばらく黙っていた直輝は、やがて妻を励ますように言った。他のこととは違って、お前の和歌の才だけは格別だ。私からそれとなく母上にお話申してみよう。でもそれでは私がお訴え申したようで悪うございますから。それほどもののわからぬ母ではない。残った草稿は捨てずに置くがよいぞ。かよは夫の温かい気持ちを胸いっぱいに感じながら、咲き残した花甲をつつましく集めた。その明くる夜、直輝は隠居所を訪れた。数日前からはぎれをつづり縫いしていた母は、ちょうどそれを仕上げて日のしをかけているところだった。座布団を細く小さくしたようなものである。何がお出来になりましたと聞くと、かよにある片布団だと答えた。あの寝部屋は冷えますからね。それにあの人はあまりお丈夫ではないから、これを肩に当てて寝るといいと思って。それはさぞ珍重に存じましょう。言いながら直輝はふと微笑した。しかしなんだか話が逆でございますね。どうしてです？それはかよから母上に差し上げる品のように思われますよ。でも私は丈夫ですから。そう言って彼女も苦笑した。愛しているものでなければそういう細かいところに気のつくはずはない。母はかよを愛している。直輝は今目の前にその証を見たと信じた。それで和歌のことを話し出した。もう間もなく扇の陰華が下がるというところまで来ているのだし、その才能にも恵まれているようだから、家政に障りのない程度で稽古を続けさせてやりたい。そういう意味のことを自分から頼むという調子で静かに話した。彼女は黙って聞いていた。直輝がすっかり話し終わるまで黙っていたが、別に反対はしなかった。それもいいでしょうと言っただけで、すぐに他の話を始めた何のわだかまりもないさっぱりとした調子だった。直輝は安心して隠居所から出た。明くる朝だった。直輝が途上すると間もなく、宗龍が見事に咲き始めたから見に来るようにと呼ばれて、かよは隠居所へ行った。暖かい日が続いたためであろう。若枝や梢の方に膨らんでいたつぼみが、およそ渋型一斉に咲き出していた。まあ見事でございますこと。思わず声を上げながら濡れ縁に座ろうとするかよを、彼女は部屋へ呼び入れて相対した。それでかよはハッとした。呼ばれたのは梅を見るためではない。姑の目はいつもの優しい中にきっとした光があった。若のお叱りだ。そう直感した彼女は、何も言われない前からもう胸の塞がる感じだった。今日は私の思い出話を聞いていただこうと思いましてね。彼女は静かに言った。年寄りの愚痴話です。これまで誰一人打ち明けたことのない恥ずかしい話なのです。聞いてくれましょうか。はい、伺わせていただきます。堅苦しく考えないで、膝を楽にして聞いてくださいよ。かすかなこちが梅の香りをほのかに送ってくる。彼女はその香りを聞き澄ますような静かさで話し出した。私が多賀の家へ嫁いできたのは16歳の時でした。実家の身分が低く、稽古事も思うままにはならなかったので、私は本当に何も知らぬ愚かな嫁でした。嫁いできてから10年というものは、まるで闇の中を手探りで歩くように、やっとその日その日を送っていたようなものです。ただお母様がお情けの深い、よくお気のつく方だったので、この方を一人を頼りに一つ一つ家政を覚えたのでした。そのお母様が亡くなって一人歩きしなければならなくなった時は、どんなに悲しく心細かったことでしょう。しばらくの間全く途方に暮れてしまいました。そしてこれではならないと立ち直った時、私はこういうことを考えました。それは老職の家の妻として恥ずかしからぬよう、またとかく強量になりやすい女の気持ちを広くするため、何か一つ教養として芸を身につけたいということです。私は夫の許しを得て茶の湯を始めました。彼女はそこで言葉を切った。そしてそっと目を伏せ、やや長いこと何か思い出す風だったが、やがてまた静かに話を続けた。自分の口からこう言ってはさぞさかしらに聞こえることでしょうけれど、私は茶の湯の稽古で大層才を認められました。芳媒の噂にもなり、お師匠様からも折り紙をつけられるというところまで行ったのです。その時、私は茶の湯をやめました。かよはじっと姑を見上げた。夫も惜しんでくれました。知り人の誰彼もしきりに続けるように勧めてくれました。けれども私はその時限りやめて、次に宝生流の笛の稽古を始めたのです。笛の次には鼓を習いました。レンガや詩や絵などもお稽古をしました。その中には茶の湯のように人に優れた才を認められて、どうかして末遂げるまでやり抜くようにと言われたものも一つや二つはありました。でも私はどれにも奥底までは行かず、くぶ通りでやめてしまったのです。世間では私の才を惜しんでくれました。また私が飽きやすいと言って笑いました。夫さえも時折は移り気なことだと苦々しげにおっしゃっていました。かよさん、私が芸事を次々に変えたのは移り気からだとお思いになりますか？彼女は静かに嫁の目を見やり、考える時間を与えるように一句ずつ区切りながら続けていった。武家の主はご主君のために神明のご奉公をするのが本分です。そのご奉公に傷のないようにするためには、いささかでも家政に緩みがあってはなりません。主のご奉公が神明を落としているように、家を預かる妻の務めも神明を打ち込んだものでなければなりません。家政の切り盛りに怠りがなく、夫に仕えて貞節なれば、それで女の務めは果たされたと思うかもしれませんが、それは形の上のことに過ぎません。本当に大切なものは、もっと他のところにあります。人の目にも見えず、誰にも気づかれぬところに。それは、心です。夫に仕え、家を守ることの他には、塵もとどめぬ、妻の心です。学問諸芸にはそれぞれ徳があり、習い覚えて心の糧とすれば人を高めます。けれども、その道の奥を極めようとするようになると、妻の心に隙ができます。いかに猟の名人でも、一時に二頭を追うことはできません。妻が神明を打ち込むのは、家を守り、夫に仕えることだけです。そこから少しでも心をそらすことは、目に見えずとも不定を抱くことです。母上様。かよが突然そう言いながらひれ伏した。突き上げるような声だった。そして、ひれ伏したその背がかすかに震えた。私、謝っておりました。かよさん。彼女はうなずきながら言った。もうおっしゃるな。年寄りの愚痴がいくらかでもお役に立てば何よりです。そして、そこの覚悟さえついておいでなら、歌をお続けなすっても結構なのですよ。静かに微笑しながら言う彼女のろうをたたんだ顔にはいささかの影もなかった。武家の妻としての生き方の厳しさ、その厳しい生き方の中でさらに峻烈に身を自してきた彼女の越し方こそ、人の目にも触れず耳にも伝わらぬだけ創設をしのいで咲く深山の梅のかぐわしさが思われる。こんなものを作りました。やがて彼女ははぎれを継いで作った肩布団を取ってそっと嫁の前に押しやった。「あなたのおねまは冷えますからこれを肩に当てておやすみなさい。これでなかなか暖かいものですよ」。その日お城から帰った直輝は妻の顔色が見違えるようにさえざえとしているのに驚いた。どうしたのだ、何か大層良いことでもあったようではないか。そう言うとかよは胸に包みきれぬ喜びを訴えるように言った。母上様から頂戴物をいたしましたの。なんだ。知ってはいたがわざと直輝はそう聞いた。肩布団でございます。ご存知ではございませんでしょう。かよはむしろウキウキとしたともいえる調子でそう言った。休みますときに枕と肩との間に当てるものでございますの。老人の使うものでしょうけれど、私の体を案じて母上様がご自分で作ってくださったのです。それがそんなに嬉しいのか。旦那様にはお分かりあそばしませんでしょうけれど。かよはそう言いかけふと目を上げて己を顧みるように言った。私も母上様のようにやがては嫁に肩布団を作ってやれるような良い姑になりたいと存じます。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。